皆さんこんにちは。今から1時間になりますけれども、巨大地震に備える、超巨大地震に備えるということで講演したいと思います。この映像はですね、兵庫県にある、国の施設なんですけれども、防災科学技術研究所というところで実際に実験をした映像です。超高層の建物の、住宅の一室が家具が置いてある状態でですね、今想定されるような一番大きい地震が起きた時に建物の中がどんなふうに揺れるのかということを再現した実験です。それからですね、この写真は、最近起こった大きな地震で私が実際現地に赴きまして、撮影したものです。上の2つはですね、もう6年も前になるんですが、東日本大震災で被害を受けたものです。この左の上のものはコンビニが津波で押し流された様子、右のものはこれは鉄筋コンクリート造の建物の1階部分が押し潰された状態のものです。それから下の2つはですね、これは昨年地震が起こった熊本の被害の様子でして、左側のこの写真は木造の住宅、それから右側のこれは鉄筋コンクリート造の3階建ての建物がいずれも1階の部分で壊れてしまった様子を写真に撮ったものです。こういう大きな地震の被害が起こるということを防いでいくということが我々の耐震の研究で重要になるんですけれども、皆さんがまだ生まれる前からになりますが、今から22年前、兵庫県の淡路島震源とします兵庫県南部地震が起こりました。それ以降のですね、巨大地震についてまとめたものがこのリストです。見ていただきますと、日本海側の鳥取県、それから新潟県、石川県の能登ですね、それから太平洋に沿って岩手、宮城とか、あと東北太平洋沖地震などが大きな地震が起こってまして、表の右の方にありますように計測の最大震度が、これ6強以上集めてきたものなんですが、7というような赤い字で書いているような大きな地震も起きてますし、それからマグニチュードっていう数字も、6点いくつ以上、最大で言いますと、9という数字が取れてます。で、こういった数字なんかはよくニュースで聞かれると思うんですけども、まずマグニチュードについてちょっと簡単に説明しておきますと、マグニチュードっていうのは地震の規模を表す指標です。で、地震のエネルギーを対数で表した指標でして、数字が1違うと、1桁違う、対数ですから1違うと1桁違う、そういう、ものです。ですから、東日本太平洋沖地震のマグニチュード9っていうのと、それ以外の7とか6っていうのは2桁ぐらいエネルギーが違うというふうに理解ください。で、このマグニチュードは本当はいろんな計算式がありまして、皆さんがよくニュースで耳にされるマグニチュードは気象庁が定めたマグニチュードで、実際にその地面がどれぐらい動いたか、それからその震源との距離ですね、こういったものを使って表すことになっています。もう一つ、地震が起きますと震度がいくつになったかっていう日本地図の上にプロットがニュースで流れますけれども、これを震度階と言います。で、この震度階っていうのは先ほどのマグニチュードとは直接的な関係がなくてですね、地震の揺れの大きさを表す、どちらかというと感覚的な指標です。で、0からですね、7まで用意されてまして、ここに表しているのは0から4までです。で、上の方に行きますと5と6は2つに分かれてて、5弱と5強、それから6弱6強一番上は7になっています。で、注目してもらいたいのはですね、震度階の7なんですけれども、計測震度が 6.5 以上ということで、上限が決まってないんですね。なので震度7っていうのはもっと大きな地震、とびきり大きな地震が起こっても震度7と表されるということになります。で、赤い字で書いた、震度5強以上になると、建物やそれから人の怪我もしくは亡くなる方っていうのが、被害が直接的に出てくる部分で、5強の部分を見ますと、例えば屋外でいきますとブロック塀が倒れるとかですね、墓石が倒れるとか、そういったような被害が直接的に起こります。6になりますと建物の中のドアが開かなくなったり、窓ガラスが割れたりとか、そういうような被害があります。先ほど見ていただいた映像は7に相当するぐらいの揺れです。
でこれは日本列島の中に、ごめんなさい、1994年から2003年の間に地震が起きたところ、マグニチュード5以上のものをプロットしたもので、海溝の近くにかなりプロットが多いことが分かると思います。それからこの日本列島の地図を今度世界地図に拡大して見てみますと、ちょっとだけ年代は違うんですけども、1991年から2001年までですね、日本列島がこの赤いプロットの中に埋もれてしまって、日本がどこにいるかちょっと分からにくい、そういうような世界地図になってしまっているかと思います。まあ、日本のどこでも地震が起こる、そういうようなことを表しているとご理解ください。で、まあ、今前置きをちょっと長いこと話してきたんですけれども、地震の被害をなるべく少なくするという、そういう命題のもと耐震という分野の研究を今やっています。で、そういう研究をやるのにあたってですね、心がけていることっていうのを少しちょっと初めに述べておきたいと思います。まずは今話したように、日本列島どこでも地震が起こる、地震大国、我々の国は地震大国だということをまず皆さんに知っていただくように、私どもが発信していかないといけないというのがまずあります。それからですね、不安を煽っても仕方がないですから、どうすれば安心、どうすれば安全になるのかということを常に考えて、それを届けるようにする。それから先ほど震度7はもう上限がないと言いましたが、そういった上限がない、とびきり大きな地震が来ても最悪の場合でも人の命だけは守るというのが重要になります。それからできることならば建物が被害を受けずに、明日もそのまま使い続けられる、そういうことができればいいなというふうに思いますし、もちろん、お父さんお母さんは値段が安い方がいいでしょうから、コストを抑えるということも耐震の研究では必要になってきます。こんなことを考えながら研究をしているんですけれども、今日はその中の一端を少し、ご紹介する前に、まずはですね、昔の地震ですね、もう私も生まれてないような古い時代の地震の被害の話から、今ある耐震設計法、ここに行き着くまでの流れを、初め30分ほどかけて、説明をしていきたいと思います。その後でですね、今行われている建物の耐震設計っていうのがどんなふうに考えられているのか、どんなことを考えて設計されているのかっていうことを少しかいつまんで説明したいと思います。で、2つ目の項目がその現在の耐震設計法なんですが、その上で、設計では今まで考えられてこなかったような大きな地震が起こるということが、予測されているわけです。その地震について説明をしたいと思います。で、最後にそんな大きな地震が起こる、超巨大地震が起こった時にどんなことが起こるのかということを、研究している内容について少し簡単に、最新の研究をお伝えしたいと思います。それではやっとですけれども内容に入っていきたいと思います。まず過去の地震被害地震とですね、耐震設計法がどんなふうに変わっていったか、変遷について話をしていきたいと思います。参考にしました図書はですね、大橋裕司さんの日本建築構造基準変遷史というもので、大橋さんが書かれた一冊の本なんですが、大橋さん亡くなられてまして、これ絶版になってます。もし図書館等で入手できれば、興味がある人は読んでみてもらえればいいかと思います。それから柴田昭則先生、東北大学の名誉教授の先生なんですが、これは耐震構造に関して、非常に分かりやすくまとまった書物で、大学生大学院生の、教科書的な本です。それからウィキペディアの方も少しだけ参照させてもらいました。それでは内容に入っていくんですが、まず建物を作る材料についてですが、非常に昔になりますが、一番最初は自然界にあって、もしくはちょっと加工すれば簡単に使える材料を使って建物を作ってました。メソポタミアの時代ですが、石や日干しレンガを使って建物を作ってまして、それと合わせて木材、これは木材はいつからかはちょっと分かってはないんですけれども、木を使ってました。で、ぐーんと話が飛んで18世紀の半ば産業革命が起こりまして、そこからあと、いろんな工業製品が大量生産、動力を使って大量生産できるようになります。で、建築の材料に限って言えば、鉄がですね、ちょうど18世紀の半ばですね、ですから1700年代の半ばぐらいから、
大量生産できるようになりまして、実際にですね、1977年に鉄の橋が作られています。それからセメントを使ったコンクリートもですね、1800年代に大量生産できるようになりました。で、その残っている鉄の橋なんですが、これイギリスにありまして、アイアンブリッジっていうんですが、今も使われている鉄橋です。1779年ですから、230年ほど、40年弱ぐらいですかね、使い続けられている鉄橋です。で、日本の方に話をちょっと振ってきますと、江戸時代は木造が多くて、非常にたくさん作られているわけですが、火事に弱いというのが木造の特徴として挙げられます。で、明治の開国以降ですね、日本政府が大都市圏の火災を守ろうということで、レンガ像や石像の建物をぜひ作っていこうというふうに、まず明治の初頭では考えられました。で、そこで明治24年なんですが、濃尾地震、愛知県を中心に起こった地震です。マグニチュードは8で、行方不明者数が7000人を超えるような大きな地震です。で、ここでですね、木造、それからレンガ像なんかの被害が非常に多くあったということで、レンガ像を明治政府はまず最初に推奨したんですが、やっぱりやめようという方向に転換します。で、木造について書いてありますが、当時の木造は今と違って、筋交いが少ないとか、柱や梁という部材が金物でつながってないとか、基礎にしっかり固定されてないとか、もしくは基礎自体がしっかりしてないとか、そういうような問題がありまして、かなり建物の被害が起こったようです。で、明治政府がですね、木造、それから礎石像に代わる新しい工法として選んだのが、まずは鉄骨像です。鉄骨像ができたのは1894年、今で言います大日本印刷という会社があるんですが、そういう印刷会社の工場として、初めての鉄骨像ができました。3階建ての鉄骨像で、外壁にレンガを使ってましたが、床にはですね、木造を使っていたので、その後に火事が起こって床が抜け落ちるという被害を受けて取り壊されています。で、次に近代化として進んでいくのが、今度は鉄筋コンクリート像です。鉄骨像にちょっと遅れてなんですが、1903年京都にある琵琶湖疎水の橋として、土木構造物の鉄筋コンクリートの橋が初めてできました。その後1905年からですね、佐世保のポンプ小屋とか、神戸の倉庫とか、いろんなところで建物が、鉄筋コンクリートの建物が作られていきます。ただこの時点ではですね、当時は日本でもともとある技術ではありませんでしたから、欧米から輸入した技術によるもので建物が作られていくということになります。で、その後ですね、1891年の濃尾地震を契機にして、いろんな調査研究が東京大学を中心に行われてきたわけですけれども、その調査研究を踏まえて、今でいう建築基準法というものの元になる法律が1919年、約100年前ですね、市街地建築物法というものが制定されました。ここで注目すべきなのはですね、建物の設計をするにあたって水平震度ということの考え方を導入したというのが特徴です。で、これが今言います耐震構造、もしくは耐震設計の基本的な考え方になってまして、約100年前にそのアイデアがあったということです。で、ちょっと水平震度について、物理の力学の話を交えながら、少し説明をしていきたいと思います。中学生にはちょっと難しいかもしれませんが、高校1年生ぐらいだとちょっと分かってもらえるかなと思います。我々がよく言う地震力、地震の力っていうのはですね、慣性力っていうもので起こることになっています。例えば電車の中に黄色い重りがぶら下がっている状態で、この電車が前の方にスッと進み出します。そうしますと重りがスーッと後ろ向きにこう引っ張られるような動きをします。で、この後ろ向きに揺れる動き、これがまさに慣性力です。で、これはなぜ起こるかっていうと、質量があって、電車が前の方に加速度を持っているから後ろ向きに引っ張られるということになります。
まあ、元々いたところに留まろうとする力が慣性力なわけです。でそれを建物に置き換えますと、この左側のようになりまして、まあ、建物の重さがこの黄色い丸、青いこの線で書かれている棒は、まあ、縦にあるなんていうんですかね、板のバネみたいなものだと思ってください。でそれが地面に、突き刺さっててとどまっていると。でこの台車が、横方向にサササササッと動くことで地震が起こることを再現できるモデルというふうに思ってください。こんなふうに建物のことを考えることができます。で、先ほど申した慣性力は質量と加速度をかけたものとして与えられます。高校1年生で多分物理で習うと思うんですが、その質量っていうのは重量を重力加速度で割ったものになります。で、この水平振動ということを考えるときに、重量に水平振動をかけたものがこの慣性力ですというふうに考えられました。結果的に水平振動っていうのは、地震によって生じた加速度を重力加速度で割ってやったら出てくるということです。まあ、重力加速度が 9.8m/s/s ぐらいですので、それの何パーセントぐらいの加速度を地震力として考えればよいかということを、まず決めてきたら設計ができるということになります。で実際の地震動でそういった、地面の加速度がどれぐらいあるか、今ですとiPhone にも簡単にソフトウェアがインストールできて加速度をすぐ測れるんですけれども、当時はありません。そういった計測装置がありませんので、どうやって計測したかということをちょっとお話ししますと、使ったのはですね、墓石です。地震が起きた後に墓石が倒れるんですが、その倒れている割合を見まして、だいたいどれぐらいの規模の地震が起きたのかということを推定する仕組みを考えられました。で、もともと墓石にはこの右の図のように重心位置に重力 mg、質量 m に重力加速度をかけたものが働いています。で、その墓石に水平方向の加速度が働いて ma という地震力が働いた状態を想定します。で、墓石が倒れるときにはこの黄色い点周り、右下の黄色い点周りに倒れるわけですが、ここでこの黄色い点周りのモーメントっていうものを求めてきます。モーメントっていうのは力かける距離、これで求められまして、重力によって生じるモーメントは mg にこの2分の d をかけたもので、右辺の方になります。で、片や、質量に加速度をかけた水平力に対して、生じるモーメントはこの高さ2分の1をかけたものになりますから、これが左辺になりまして、この式をちょっと展開してやりますと質量 m が消えます。で、結局、加速度 a は h 分の d かける重力加速度というふうになるわけです。要は墓石の縦の高さとそれから幅さえ分かれば、大体どれぐらいの加速度が働いたかということが推定できる、そういう方法です。で、この方法を使いますと、過去の起きた地震では大体水平振動は 0.2 から 0.3 ぐらいだろうということが、この当時はある程度認識されてたということです。で、そういった水平振動を使って設計する、その設計の考え方ですけども、まず地震動っていうのは、いろんな方向に素早く動きますので、地面がその素早い動きに対して加速度が変化しながら時々刻々と変わります。で、そういった地震力をですね、ゆっくりと一方向に作用する力として捉えて、で、その力の大きさは重量と水平振動に比例するというふうに考える、そういう考え方で力を決めていきます。で、その建物の中に、建物の外からですね、建物の外から地震力に相当する荷重が、かかりまして、建物がこんなふうに変形します。で、こう変形した時の地震荷重と水平変形の関係をグラフに書きますと、この青い線のように書けまして、この一番荷重が大きいところ、ここでですね、建物の一部が壊れていない、損傷していないことを確認するっていう設計法が静的設計です。これは東大の佐野力先生という方が考えられた方法なんですけれども、こういう設計法が1920年頃、この頃に導入されました。今から約100年前です。で、その当時ちょうど設計法が導入された当時なんですが、1923年に関東地震起こります。マグニチュードは 7.9 で死者の数が非常に多い、これは明治以降で発生した
地震の中で最も被害の大きかった地震として言われています。でこの時はですね、鉄骨像とか鉄筋コンクリート像にはほとんど被害が見られませんでしたので、明治以降、国が広めてきた耐震性能が高い構造物が実証されたということになります。ただ一方でですね、水平震度の考え方がどうだったのかということを、見直す機会にもなりました。関東地震前はですね、水平震度はまちまちの値を使って設計していまして、先ほど言った重力加速度に対して、20% から 30% という値に比べるとかなり小さな値を使って設計されてたようです。でそこで水平震度として、この時は水平震度として 0.1 を採用して、これで設計しようという方向になりました。今まで 5% とか 7% ぐらいで設計してたものをいきなり 20-30% に上げるのは難しいのもありますし、建設のコストがかかるっていう面もありましたので、ここでは 0.1 っていうのを採用されています。で、特筆すべきなのはこれが世界で初めて、地震力を規定した法律でして、日本が初めてということになります。欧米の技術を導入してちょっとずつ技術力を高めていって、日本独自の設計法が少しずつ出来上がっていくということになります。ただこのあと日本がちょうど太平洋戦争に突入していきますので、耐震設計もしくは法律の改定というのが一時的にはストップしてしまいます。でその間何をしてたかっていうと、研究はそのままいろいろ続けられますので、研究をした結果を論文に皆さんまとめて出されます。でその論文で論争が起こりました。10号論争っていうんですけれども、この10号論争についてちょっと説明をしていきたいと思います。10号論争は10がいいのか5がいいのかっていう意見が論文の中で対立した論争です。一つは重構造っていうのがありまして、建物を柔らかくしなやかに作ることで、地震の力を逃がす、そういう設計法がいいんだっていうふうにおっしゃった方がいらっしゃいます。これは広島の呉にある海軍省の真島健三郎という技師が、提案した方法です。で一方でですね、剛構造、建物は固くしっかり作って地震力に対してがっちりと抵抗するんだっていう方法です。これは東大の佐野力先生が中心にまとめられた方法です。先ほど申した水平震度の考え方もこの佐野先生が提案されています。で佐野先生のお弟子さんの武藤清先生も同時に、剛構造がいいというふうにおっしゃっています。さてじゃあ重構造、剛構造どちらがいいのかということなんですが、これは今の知見で説明すると、どちらも正解だということが言えます。で現在の知見でちょっと解説をしたいと思いますが、ここで少しちょっと数学的な話と物理的な話を交えて、話をしますので、ちょっとよく聞いてください。地震が起きまして建物がこんなふうにモデルとして揺れる、こんなことを想定します、質量が M、 バネの剛性が K ということになりますと、先ほど言った慣性力の項がこの左辺の第1項 M かける加速度、となります。ちなみに Y はと言いますと、 Y は失点の絶対変位になりますので、その2回微分、これが加速度になりますね。ですから M かける Y2 ドットが加速度で、それから K かける X っていうのは復元力って言いますが、バネが元に戻ろうとする力、いわゆるフックの法則で成り立っているものです。でこの力が釣り合ってるっていう条件がこの運動方程式になります。で先ほど言ったこの失点の絶対変位っていうのは、地面の変位 XG とバネの変形 X を足したものになりますので、それをそれぞれ2回微分してやって代入してやりますと、この下の式が出てきます。失点の相対加速度と、それからバネの変形を考えてやって、あとは右辺にありますこの XG2 ドット、これを地動加速度って言うんですが、先ほど言いましたように、実際に計測器があるわけじゃない時代にこういう XG2 ドットが得られるわけではありません。ですので今だと加速度が得られてますから、どれぐらい揺れるのかということは分かるわけですが、当時は分からなかったということです。それからもう一つ知っておいていただきたい情報として、固有周期っていうキーワードがあります。固有周期っていうのは、建物がこう1往復の間何秒かかって揺れるのか、固有周期が長いっていうのは
ゆっくり重複で揺れますし、小揺しきが早いと早く小刻みに揺れる、そういうものです。で、これはあの物理でも多分習ってるかと思いますが、 2π ルート k 分の m、 k はバネの合成で m は質量です。で表されます。で、まあ式のちょっと中でスモール k 合成についてちょっと、バネの合成ですね、バネ定数について見てみますと、このバネ定数 k が小さければ小さいほど柔らかい構造物だということになります。で k が小さいということは固有周期 t は大きくなりますよね。ということは固有周期が長いというふうになります。すなわち重構造ほど、ゆっくり揺れる、固有周期が長い、そういう特徴を持っています。でこれを、まあ、知った上で、横軸に固有周期をとって、縦軸に先ほどの運動方程式を解くことで最大変位とか最大加速度を求めることができます。これはコンピューター使えばできますけども、まあ、手計算でも頑張ればできます。でそういった関係を書かしたのがこのそれぞれ青い線と赤い線で書いたイメージ図です。で青い線の方は最大変位を表してまして、まあ、先ほど言ったように固有周期が長くなると、最大変位は大きくなるということになります。で一方で、ね、赤い線を見ますと固有周期が長くなると加速度は小さくなる、そういう特徴を持ってまして、まあ、まとめますと、まあ、固有周期が長い重構造ほど加速度が減りますから、加速度が減るってことは荷重が減る、要は、真島先生がおっしゃったですね、柔らかく作ると地震の力を受け流すっていうのはまさにこの右側の赤い線が反比例のようなカーブで下がっていく様子を表してまして、これはこれで正解です。それから佐野先生、武藤先生がおっしゃった硬く作る、固有周期を短く作ると変形が減って、地震に対して、まあ、力で抵抗するんだ、そういう方法も一つあり得るということになります。で、まあ、今これ実はどちらも残ってます。どちらも使われている。ただ同じ建物で両方の設計を使うわけじゃなくて、ある建物だと重構造、ある建物だと合構造というような使い方をしています。で話がちょっと変わるんですが、まあ、今あの地震の加速度が取れるという話をしましたが、これが一番最初に取れたのはアメリカです。1940年、カリフォルニアのエルセントロという田舎町の変電所の中で取れたのが初めてです。で波の波形を書きますと、横軸に時間、縦軸に加速度を取って書きますと、最大値としては341があるというような値が取れています。これはあの南北成分だけを書かせてまして、この地震動というのは今でもあの建物の設計によく使われたり、研究にもよく使われたりする波です。でまた10号論争に話を戻しましょうか。5なのか10なのかということなんですが、まあ、当時は結論がなかなか出なかった、水かけ論のような論文になります。で、この10号論争に終止符を打ったのが京都大学の田橋亮先生です。で田橋先生は論文でですね、この右側のような図を書きまして、R は合構造、それから F は重構造で、 R でも F でもなくて P がいいんだと。で P はどんなものなのかっていうと、この P で、P のグラフで書かれた、囲まれる面積、この黄色いハチの部分をポテンシャルエネルギーといって、このポテンシャルエネルギーが高いものほどいいんだ。要は地震動によって発生する運動エネルギーを建物のこの力と変形の間で囲まれる面積で吸収してやる。でこの吸収できるエネルギーが高ければ高いほど耐震性に富むんだということを言われた。で、まあ、実はこの田橋先生の考え方が今も耐震設計の基礎として残ってまして、これがまあ一つのきっかけとしてあります。1935年の話です。まあ、そういった研究が、戦争中も進んでいきますが、地震は待ってくれません。で、まあ、ここに書いたような大きな地震が何度も起きまして、死者数も1000人を超えるような大規模な地震が連続して起きてきます。でそうこうしている間に戦争が終わりまして、第二次世界大戦後新憲法ができます。でその新憲法の下で、建築の法律も変えようということになりまして、1950年、建築基準法というものが制定されます。まあ、もともとありました市街地建築物法に代わる新しい法律とできまして、もともと
市街地建築物法では水平震度 0.1 を見込んでいたんですが、この時まあ過去の地震被害なんかも見ながら、ちょっと水平震度が少なすぎたね、もうちょっと上げておこうということで水平震度 0.2 が採用されました。ここでこの水平震度はまあ今も使われている水平震度になるわけですが、この時に初めて 0.2 に引き上げられたということになります。それから建物の高さなんですが、市街地建築物法では100尺制限というのがありました。100尺というのは31メーターです。でこれは建築基準法でも踏襲されて、建物の高さは31メーターを超えないようにするというのが決まっています。ただ1950年代後半頃から都市部の人口が増加しまして、過密化していくということが起こります。で国としてはこういった過密化の問題を解消するために、高さ制限はやめにして容積率っていうもので建物を設計しようということになりました。まあ、これによって超高層ビルの設計が事実上可能になったということです。で日本で初めての超高層ビルはですね、1968年です。今から50年前ですね、約作られました。東京の霞が関というところに作られまして、この左側の写真のこの上の方、ここですね、この左側の写真の上の方にある、これがね国会議事堂なんです。この国会議事堂の高さが63メーターで、当時日本で一番高い建物です。でこの高い建物をはるかに超える超高層ビルが、ほぼ近くにできたということです。で設計されたのは、実は豪構造を支持されてた武藤清先生なんです。武藤清先生はただこの霞ヶ関ビルを重構造として設計してます。武藤先生も途中で気づいたんですね、高い建物は重構造で設計しないといけないんだということにね。でそういうふうないきさつがあります。それで、建築基準法ができたんですが、実は穴だらけで、いろんなところに抜け落ち度があります。でそういったことが地震が起こるたびにちょっとずつ変わっていきます。まず1968年の十勝沖地震、それから続いて1978年の宮城県沖地震、こういった大きな地震を踏まえまして、死者数はそれほど多くないんですけれども、建物の被害がかなり出ました。で1981年の法改正が、かなり結構目玉でして、ここで今使っています、耐震設計法が大方固まったということになります。その1981年までは、一番最初に説明した、佐野力先生が考えられた設計法だけだったんですが、81年からはですね、田林先生が考えられたポテンシャルエネルギーを高める、そういう考え方で作られた法律になります。またこれは後ほど説明させていただきます。この後兵庫県南部地震、それから新潟中越地震、それから東北地方太平洋沖地震などが起こりまして、地震の被害、これを観察しまして、実際に建物の中で足りてなかった設計法を少しずつ法律化していくというふうに、日本独自の耐震設計法が形作られていくというのが、この今ある耐震設計法につながっていく流れです。今も実は建築基準法完璧ではないので、いろんな落ち度がありますで、過剰な設計もあれば不足する設計もあって、それを少しずつ見直しているというのが現状です。以上が第1部に相当する過去の被害地震について、それから建築の耐震設計の変遷です。で続きまして、今ある設計についてお話をしていきたいと思います。今ある建築基準法は、高さの制限が一度撤廃されてはいるんですが、その時も実は45メーターという高さ制限があったり、60メーターという高さ制限がありました。で今もですね、高さが60メーターを超えるかどうかで設計法が大きく変わっていまして、60メーターを超える場合は、左側の方の時刻歴応答解析という高度な設計を行わないといけません。これは動的解析という方法です。コンピューターシミュレーションなんかで解析をしていく方法になります。またこれは後で説明したいと思います。それから、高さが60メーター以下であれば、静的設計という方法になります。でまずはこの静的設計について、先ほどちょっと軽く佐野先生の設計についてお話をしたんですが、今ある設計法は建物に地震の荷重が一方向からゆっくりとかかった状態を考えます。これは佐野先生と一緒です。でそういった中で建物の力と変形の関係を書かせてみますと、この赤いグラフのようなこんな形が書けます。先ほどはずっと直線部分だけだったんですが、
ある荷重を超えますと建物もさすがにダメージを受けて、少しずつこの傾きが寝ていって、最後は大方こうフラットな状態になっていきます。これがもう建物が持つことのできる体力ということになりまして、ここまでいきますと建物はそこそこダメージを受けているということになります。でこういった力と変形の関係の中で、地震の荷重のレベルを1次と2次、レベル1とレベル2と2段階に分けて設計をしています。で1次のレベルは佐野先生の考え方、2次のレベルでは棚橋先生の考え方を採用しています。で具体的に1次の方はどんなふうにしているかっていいますと、この1次の荷重が受けた時にですね、まあ、全ての部材が弾性を保つことっていうことです。で弾性を保つっていうのは力を除くと元の変形に戻るということになります。例えば青のこの点線のような地震の荷重と水平変異の関係を描くような建物があったとします。これがまあ1次のレベルまで荷重を1回受けて力が除かれると、ここですね、この右側のところ、ちょっと変形がゼロではないところに戻ってしまいます。いわゆる建物が傾いて地震が終わってしまうということで、継続使用はなかなかできなくなる可能性があるということになります。ですからこの1次のレベルですと、こういう変形が生じないように、全ての部材が弾性を保つということをまず設計の基本方針としています。それからですね、まあ、地震中もあまり大きな変形が生じますと窓が割れたり扉が壊れたりとかいうふうなことが起こりますので、建物の変形がそもそも最大でも、いくら以下にしてくださいということです。で買い高のだいたい200分の1以下にしましょうということがルールになっています。まあ、だいたい買い高400センチ4メーターぐらいが一般ですから、400センチの2分の1ということは、買い高の200分の1ということは2センチですね。だいたい地震の時にその1階の部分が2センチぐらいは横に動いていいよというぐらいの目安で設計がなされています。これが1次です。で続いて2次ですが、荷重のレベルがぐんと上がって、この水平の青い点線のラインが、これが要求される体力になります。この要求される体力を建物の体力が超えてくること、これが求められるわけです。これより低い体力ですと、もっともっと変形が大きくなってしまいますので、もしかしたら倒れるかもしれないという危険性がある。でこの赤い線で囲まれた面積、黄色い部分の面積がエネルギー吸収性能になりますが、このエネルギー吸収性能がしっかり確保されていることということを設計では確認しています。さてもう一度先ほど固有周期と変形、固有周期と加速度の関係を見ましたが、これを設計の中でどう使っているかということを説明したいと思います。使っているのは右側の加速度と固有周期の関係だけなんですが、実際に取れた観測記録をいろいろ分析してみまして、今こんなようなカーブを提案されて実際に使われています。まあ、固有周期が短い範囲は 1G に相当する地震動が働きまして、固有周期が長くなると加速度が低下する、低減される、そういうようなカーブで建物の設計の荷重を決めてきています。これはかなり大きい時、2次のレベルでこの荷重を決めてきているんですが、1次ですとこれの 0.2 倍ですから、水平震度としては 0.2 を想定しているということになります。以上が静的設計でして、動的設計はやや高級な設計をしています。求め方としては積分を使います。ある瞬間の変異と速度と加速度が分かってたとして、でその瞬間の加速度に短い時間をかけてやりますと、次の瞬間での速度の増分が出てきますということを計算していきますと、短い時間の後の速度、それから変異加速度っていうのが出てきまして、でそういったことを繰り返してちょっとずつ変異速度加速度を求めていくという方法を取っていきます。積分方法なんですけどもね。で、こんなふうに建物が揺れている時の様子を数値シミュレーションなんかで、追跡しまして、建物がどれぐらい揺れているのかということを調べます。で地震動はその建物が立っている場所の地盤に対応するものを実際に作って、設計しているということになります。設計の項目としては静的設計と同様にレベル1とレベル2とあります。で、これはどうしようかな、ちょっと喋りましょうか。今ある技術としてはですね、先ほど来ずっと話しているのはこの一番左側の耐震構造というものなんですが、
今ある技術としては実は精神とか免震とかっていうちょっと聞いたことがあるかもしれませんが、そういう構造があります。で、精神構造っていうのは真ん中にあるように建物にダンパーと呼ばれる部品部材を追加したものになりますし、だから免震構造は建物の基礎部を切り離してアイソレーターという柔らかいゴムみたいなものを建物の下に挿入したこういう構造になります。地震を受けて変形しますと、精神構造はダンパーが率先してダメージを受けて、そこの部分だけにエネルギーが集中します。ヒューズみたいな役割ですね。で、このダンパーの部分が早期に損傷することで建物にブレーキをかける役目を持っています。一方、免震構造はこのアイソレーターが非常に柔らかく、アイソレーターだけが変形して地震の力を受け流す、そういう構造です。実際に構造設計、耐震設計の中でシミュレーションしている様子を映像化したものが構造計画研究所という会社のホームページにありますので、それをちょっと拝借してきて皆さんにお示しします。左側は耐震構造でして、よく揺れてますよね。で、右側の方はこれは免震構造で、このアイソレーターの部分がこうぐーっと大きく変形しているのが分かると思います。上の部分はほとんど変形していません。こういった違いがあります。で、先ほどの固有周期と変形、固有周期と加速度の関係に落とし込んで考えてみますと、免震構造の場合はアイソレーターを挟み込んで固有周期をぐーんと長くします。そうしますと変異は増えて加速度が減ります。で、アイソレーターの部分がエネルギーを吸収する仕組みを少し導入してますので、この点線で書かれたラインが実はちょっと下がってきます。こうしますと実際の音はこの固有周期は伸びて応答が少し下がったところに来まして、加速度は大幅に低減、変異はちょっと増えます。ただ増える変異っていうのはほとんどがアイソレーターで変形してしまいますので、上の建物自体は変形が減るということになります。これが免震構造の仕組みです。一方で精神構造ですが、精神構造はダンパーを入れてダンパーにエネルギー吸収を徹底的にさせます。そうすることでこのまず線自体が下がります。大幅に下がります。で、そのエネルギー吸収するダンパーは、建物を少し硬くする、もしくは固有周期を短くする効果がありますので、プロット自体は左下の方にちょっと動くということになります。これが精神構造でエネルギーを吸収する仕組みです。この精神構造についてはかなりの種類の方法とか装置が開発されているんですが、今日はちょっとこれ時間の都合上割愛して、また何かの機会に調べていただければ あるかと思いますので、よく興味がある人は調べてみてください。さて、以上がですね、今ある耐震設計の大雑把なお話でして、ここからは、超巨大地震についてお話をしていきたいと思います。この日本地図はですね、南海トラフと呼ばれる、部分で地震が起こったらどれぐらいの震度が起こるのか、生じるのかということを、例として比較したもの、出したものです。南海トラフっていうのはこの、静岡県からそれからずっと来まして高知県沖まであります。この青色のこのラインのことを言います。で、この部分で、この海溝の部分で地震が起きますと、湾岸沿いではかなり大きな地震が起きまして、愛知、それから静岡、あと高知ではこの真っ赤な部分がたくさん見られると思います。真っ赤な部分は先ほど申した震度7に相当するところです。関西でいう大阪、京都でも南部の方では黄色いマークがついているということで、黄色いのは震度6弱ですね。建物の被害があってもおかしくないぐらいの揺れが起こる、これが想定されます。それから南海トラフはもうかなりの頻度で発生していまして、江戸時代の慶長、宝永、安政と、3回起きてますし、それから昭和ですね、1946年の戦時中、44年の戦時中と、46年の戦後、ここに分かれて東南海と南海地震が起こっています。東海地震はこの昭和に起こってませんので、安政地震から163年も空いているということになって、かなり発生の確率が高いと言われているものになります。で、この映像はですね、南海トラフがもし仮に
ここで地震が起きたらということをシミュレーションしたもので、先ほどの構造工学研究所と同じところに載っている映像です。このピンク色とか緑色になっているのがその地面の揺れを表しているものになりまして、徐々に波が伝わっていっている様子がわかるかと思います。で、注目していただきたいのはこの大阪平野ですね、それから名古屋のこの濃尾平野、ここで紫色のこのマークがずっと揺れたまま消えません。これは平野部でですね、大きな揺れが長時間続くということが分かるということになります。まとめますと、今言ったような南海トラフを震源とするような長周期地震動を起きますと、ゆっくりとした揺れが長い時間にわたって継続する、それからですね、堆積層の平野部で揺れが増幅して、これも長い間続くということになります。で、揺れが何度も続きますから、1回では壊れない部材が何回も繰り返し変形することで破断します。例えば針金も1回曲げただけじゃ切れないんですけども、何回も曲げているといつかブチって切れますよね。そういうような変形が繰り返し起こるという可能性があるということになります。以上が長周期地震動でして、もう一つあります地震動としては、活断層を震源とする直下地震というものです。これはですね、近畿地区の活断層を描いたものでして、例えば京都ですと、この琵琶湖の左側、西側に、三方花折断層というのがあります。発生確率は 0% から 0.6%、かなり低いように思われますが、1% を超えるとかなり高いと呼ばれている地震動の確率、発生確率ですので、0.6% はまあ可能性があるというふうに認識いただければと思います。もう一つ決定的に大きいのがこの18番上町断層ですね。大阪平野を南北にこう貫く断層でして、これは発生確率が 2-3% と言われています。一番下にこれは活断層がない、海溝型の地震ですが、南海トラフ地震、さっき申したやつですね。これの発生確率は 70% と極めて高いことがお分かりいただけるかと思います。さて、その上町断層の地震が起こったらどれぐらいの揺れが起こるのかということを調べられたもので、2ケース想定されている震度分布があります、示しています。で、どちらを見ていただいてもいいんですが、大阪市のこの中央のあたりですね、ここはもうかなり真っ赤になってまして、震度7起こる。京都でもこのあたりはピンクからオレンジになってますから、震度6の揺れは起こるだろうということが想定できます。上町断層動きますと相当大きな地震が起こります。で、直下地震の特徴としましては、一撃、数撃ですね、で建物を襲う強烈な地震でして、1回の揺れで大きな変形が生じるというものになります。で、こういった一撃で建物にドーンと大きな揺れが生じますと、先ほど説明した制震ダンパーとか免震装置っていうのが実は効果を発揮しにくいっていう問題や、もしくはその制震ダンパーや免震装置が変形できる限界を超えてしまう、そういうような危険性も今のところ指摘されてきています。これがちょっと厄介なんですけれども、そういう特徴があるということです。以上が、今ある設計の体系と、それから抱えている巨大地震に対する問題です。で、最後10分ほどありますので、超巨大地震に備えるための最新の研究について、簡単に説明したいと思います。先ほど静的設計のところでこの図をお出ししました。1次と2次とあると言いましたが、超巨大地震の場合はこの2次を超えるもっと大きな地震動が起こるということが言われています。で、この時に建物がどうなるか、この力と変形の関係がこんなところで止まるんじゃなくて、もっと先まで行くわけです。この赤い点線で書いたようなグラフですと、いいんですけれども、グレーの点線のように体力がぐっと減っていくような壊れ方をしてしまいますと、建物が本当に倒れてしまうということになります。じゃあ果たしてこんな大きな変形まで建物が変形したときにどんなことが起こるのかということを、地震の被害を待ってたら、人的な被害が出ますので、その前に調べたいということで、一番高級な方法が震動大実験ということになります。これはですね、一番最初にスライドムービーをお見せした
兵庫県の三木市にあります e ディフェンスっていうところで行われた実験の一つの例です。2007年に実施されたもので、4階建ての鉄骨造の骨組みを実際に実験室の中で作って壊すっていう、そういう実験です。これがその実際の風景なんですけれども、この右側にね、この2階の部分と3階の部分にこう人が立ってるんですが、こういうスケール感です。で、実際にこう揺れている様子をご覧いただくわけですけれども、まあちょっと画面が一つずつ小さくて見にくいかもしれませんが、この状態で建物がドーンと倒れるということを初めて実証しました。世界でこの初めてこの大きさの実験をやってみて、で、建物が倒れるところを実際に地震後じゃなくて地震中に見ることができる、そういう初めてのトライです。それで、まずこの建物の周りにこう立ってますこの赤色のフレームですが、これは実際に建物がどんどん倒れてしまって下までズドンといっちゃいますと、この振動台自体を傷つけて壊してしまいます。お金の話をするのはなんですが、これ1日借りると、100万だったか200万だったかっていうぐらいのレベルの装置でして、壊すととんでもないお金がかかりますので、こういうのをまず防御するっていう画題が必要になってきます。これもちゃんと一生懸命設計されてるんですよ、真面目に。で、そういった防御フレームを設けて建物が、まあ、最後ここに寄っかかってきたらもう絶対倒れたっていうことになります。で、これ外壁の部分から見ていただいてますが、最後1階の部分の外壁がかなりぐしゃっと潰れている様子がお分かりいただけるかと思います。で、今揺すっているこの地震動ですけれども、これは兵庫県南部地震で観測された実際の記録をそのまま 100% で入力した場合の挙動です。で、1階の部分だけがこうぐしゃっと潰れる。で、もともとの設計はこれは1階部分が壊れるつもりで設計したんじゃなくて、今ある1次と2次の設計をちゃんとクリアして、建物全体がちゃんと機嫌よく変形しながら、大きな変形を迎えるだろうというふうな想定で設計されたものです。で、もっともっと大きな地震動が来るとさあどうなるのかっていうのを実際に実験で確認したの、そういうものになります。で、ここからはちょっとね、クローズアップした部分、1階部分をクローズアップした、ムービーを見ていただくわけですけれども、なんとなくですがこの1階の柱の上と下が少しくしゃっと潰れた様子がお分かりいただけるかと思います。これは室内の内部に取り付けたカメラです。外壁がぐしゃぐしゃになっている様子が分かるかなと思います。これが柱の足元でして、鉄なんですけども、かなり雨のようにぐにゃっと変形している様子がお分かりいただけるかなと思います。で、最終的にはここで見ていただくような鉄がぐにゃっと曲がるような壊れ方をして、実験を終わりました。これをね、局部挫屈って言います。アルミ缶とかスチール缶を足で潰しますとくしゃくしゃっと潰れますが、局部挫屈っていう現象です。これもで、鉄骨の柱足元にはこういう局部挫屈が起きて実際に建物が倒れていくんだということを、目の当たりにした瞬間です。で、こういったことをやりたい、いろんなケースで試してみたいんですが、試験体を1個こう作る、建物1個作るだけでも相当なお金がかかって、このシリーズの実験は1回きりで終わりです。なので、ちょっと柱のサイズを変えるとかですね、ちょっとなんか組み立て方を変えるとか、いろんなことをやってみたいんですが、なかなかできない。で、それをやるために、柱だけを取り出したような実験を別に実験室でやります。これはですね、柱の断面の厚さを変えたりとかですね、荷重の加え方を変えたりして壊した例なんですが、先ほどのムービーと違って、左側はこう全体的に膨らんでいる様子、右側はへこんだり膨らんだりする局部挫屈が出てるんですが、合わせて破断もこう起こってる、笑ってるように見えますけども、これは切れてる、もともとくっついてた鉄が切れた様子です。こんなことを実験しながら、どんなことが起こるのかっていうことを、まさに調べている最中です。これは柱が先ほど見ていただいた四角い断面ではなくて、H の形をしている、アルファベットの H の形をしているものですが、これも大きな変形になっていきますと局部挫屈が発生します。この左側の部分がぐにゃーっとねじれている様子がわかると思いますが、こんなような壊れ方をします。で、こういった壊れ方をするのを少し防ごうということで、こういう板をですね、柱に
追加しまして柱の延命措置を図るというような研究もやっています。これはそのエッジの断面を、鉄骨の針に使った時の局部座屈の様子です。これはあの実験している様子を早回しにしてご覧いただいているわけですけれども、まあ、こんなふうにね、くにゃ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 板がまあ曲がるわけです。鉄なんですけどかなり柔らかく曲がっている様子がお分かりいただけるかなというふうに思います。でこういうね、あの最終的にこんなことが起こるんだっていうことが、まあ、分かってくるわけなんですが、これが分かった上で、最終的にはどうするかっていいますと、これをシミュレーションできる方法をなんとか開発していきます。で最終的には建物全体を、倒れるところまでシミュレーションするということが、まあ、究極の目標になっていくわけです。で今まではずっと局部座屈を見てきましたが、もう一つ別のねじれる座屈っていうのがあります。これは通常の長いエッジ型断面の針を実験してみますと、こんなふうにくる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 回転するような動きをします。でこういった動きを止めるために実際には過剰と思えるぐらいいろんな部品をつけないといけないんですけども、それをちょっとなくしましょうかっていう動きを企てました。具体的には建物には床があるんだから、床がついた針で今の実験をしたらどうなるかっていうのを考えました。同じようにやってるんですけども、針はねじれません。床がついたらこれに何か取り付ける必要ないねっていうことで、製作コストを、ね、下げる、そういうような設計法の過剰なところを見直しているっていうようなことも行っています。それからこれは静心ダンパーの研究ですね。静心ダンパーもうまく使わないと静心ダンパーが機能を発揮せず、この場合はこの下の針の部分がこうくね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 曲がっていますが、ここだけが変形しちゃって静心ダンパーが実はこれ効いていない状態です。これは非常に芳しくなくて、まあこれを打破するためにどうするかという設計法を開発しました。それから大きな変形が起きますと外壁が脱落してしまう、そんなような可能性もあります。でこれは建物に使われるコンクリート製の外壁でして、これに大きな変形が生じたら何が起こるのかというようなことを実験しました。これも早回ししてますが、どん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 傾いていきまして、まあ、コンクリートのこの角の部分が少し欠けてしまうんですが、壁自身は脱落しない。で、変形としては5分の1ラジアンという非常に大きなところまで回転させましたが、ここでもまあなんとか壁は持っている。これの裏面はもうぐしゃぐしゃなんですけれども、表面はきれいなままで持っているということになります。で、まあ、こういう企業の方がね大勢見学に来られてかなり注目浴びた研究でした。で最後にもう一回 e ディフェンスの実験に戻るんですが、先ほどは4階建ての実験を見ていただきましたが、今度は18階建ての超高層ビルの実験です。その超高層ビルを、まあ、設計しまして実際に作りました。で揺れてるのは今真ん中のこの細い18階建ての3スパンの部分で、両側のこの枠はですね、建物が倒れてきた時にやっぱり振動台守らないといけませんから、よっかかるための枠です。でこれは、最初に説明した長周期地震動ってありますけれども、それのまあ大体平均的なレベルの3倍の入力を、やった時の揺れ方です。まだまだだいぶ変形してはいるんですけども、まだまだ大丈夫だなっていう雰囲気が見えます。で続いて今度はその 3.8 倍、平均の 3.8 倍を連続して3回入力した時の様子です。ここになりますとさすがにもともと建物が傾いてたせいもあって入力レベルも大きいので、ここでドーンというふうにして壊れます。でこういうふうにして、まあ、実験がどこまで持つ、この建物がどれぐらいまで持てるのかということを確認しました。下の方のフロアではこんなふうに柱がだいぶ傾いて終わっています。さっき全体で見た段階ではあんまり傾いてないように思えたかもしれませんが、かなり傾いています。柱にはこういった局部座屈が出ていたりとか、梁と柱のこの接合部はこんなふうに切れて破断していたりとかっていうようなことを確認しました。これがまあ実験が終わった時に当時私の上司だった人と一緒に撮影した写真です。今日の表の写真に使っていますけれども、まあ、こういった研究を進めながらですね、まあ、大地震時にどんなことが起こるのか、今まで知られてなかったようなレベルの挙動をまずは把握するということで、一番景気になっているのは2007年だと私は思ってまして、この時に出てきた結果を、まあ、みんなが追跡できるようになってきたということがまず大きな成果だと思います。でその後に、まあ、いろんな実験を踏まえまして、
まあ、コンピューターシミュレーションでですね、実験を追跡できる、そういったところから今建物の安全性を検討しているところであります。まあ、今日はちょっと結論がないお話になってしまいましたが、こういったような研究を踏まえまして、将来的には安心安全を確実にお届けできるように研究を進めてまいりたいと思います。以上となります。ご清聴ありがとうございました。